うっしゃ、あたっ。そういえば舞踏会より前に各学級の生徒から一人ずつ代表優勝した生徒にはとても貴重なものですから、あなたの。この体にこんなち、そういえ各勇者とても願いを聞いてくれますか。身内誰をどこまでせいろやや頼みがあるのですが。まだまだ。ありがとうございます。待ちたまえ。くそそうだな。はい。おお。フォドラブリギット。しかしは白鷺杯。私代表学ぶ全て出します。
優勝目指すです。白鷺杯の代表を決めたのね。例年の対抗戦の優勝者は大体このくらいの魅力だったわ。参考になったかしら。頑張って。あら先生この歌って踊れるマヌエラ先生が。気にしなくていいのよ。先輩である私が手伝うのは当たり前。そうだな。ほほう。私多く学びます。フォドラの舞踊習得進みます。何かようか。これでいいか。よし、終わったぞ。また来てくれ。彼のそれにまるで。ガルグ次は。
君の活躍には目をどうかね。君の紋章を調べやすくなるかもという理由。うん、なんなら君も我が輩が。トマシュさんが教団の人。トマシュさん、どっちかのあそこは。機嫌がいいわね、ドロテア。素敵な出会いがあったの。もっと親しくなりたいわ。うまくいくといいわね。私が気の利いた助言でもできればいいのだけれど。大丈夫よ、エーデルちゃん。助言なんて無理にするものじゃないわ。あなたは色恋沙汰に興味がなさそうだものね。少しくらいあるわ。本当？まさか今誰かに惹かれてたりする？ごめんなさい、見栄を張ったわ。私は色恋とは無縁よ。興味がないというよりは、他事が忙しすぎて考える間もないのが実情だけれど。そうでしょうね。あなたはただの貴族とはわけが違うもの。あなたに思いを寄せる人も、最後に結ばれる人も苦労しそうよね。あるいは政治的な理由で婚姻が決まってしまうかもしれない。きっと燃え上がるような恋なんて一生することがないのよ。そんなことないわ。火がつけば一瞬で燃え上がるのが人の心。出会ったばかりの相手とだって、昔からの知り合いとだって、何が起こるかわからない。例えば私とだってね。ドロテアと私が。面白いことを言うのね。
もしそんな未来が来るならぜひにお願いしたいところよ。本当に？それは嬉しいわね、エーデルちゃん。彼のそれにまるで。あんたはおし、またた、ぎ、あんた、またた、先生。
がとうございます。面倒。あ、任務。コツをつかんだか。こういう積み重ねも大事よね。体が勝手に覚えてくる。雨ね、先生。なぜかしら。こんな日は死神騎士に刺された傷がしくしく痛むのよ。傷がうずくたび怒りが湧いてくるの。だってそうでしょ。フレンをさらったのは彼らなりの目的があったんでしょうけど、私を刺す必要ってあったかしら。とんだとばっちりじゃない。自慢の美肌を傷物にしてくれた挙句、さっさと行方をくらますなんて。マヌエラ、その辺でやめておきたまえ。先生も困っているではないか。余計なお世話よ、ハンネマン。あなたと違って先生は寛大なの。どんな愚痴も黙って聞いてくれるんだから。君が寛断なくペラペラと喋るから黙らざるを得ないだけではないのかね。あら先生、そうなの？そうよね、私のことを思って聞いてくれてるのよね。もうあっちに行ってくれないかしら。私と先生の邪魔をしないで。もう大声を出したら余計に傷が痛くなってきたじゃないの。あれなら静かにしていればよかろう。すぐに感情的になるのは君の。ごめんなさい先生、気にしないでね、いつものことだから。マヌエラとは相性が悪いようでな。顔を合わせればいつもこうなる。我が輩としては彼女とももっと落ち着いて話がしたいと思っているのだがね。あら、私だっていがみ合いたいわけではないのよ。あなたが余計なことさえ言わなければ。我が輩は余計なことなど言った覚えは。あら、ごめんなさい、つい。ああそうだ、実は死神騎士の潜伏場所について新しい情報があるのだが。え、本当なのそれ。封じられた森の西の外れでそれらしき人影を見たという生徒が何人かいてな。今のところ信憑性の乏しい話ではあるが、万一ということもある。念のためこれからセテス君に報告に行こうと思っていたところなのだよ。はあ、何を悠長なこと言ってるの。逃げられたらどうするのよ。この件に関してはまずセテス君に報告し、
レア様の意向を確認してから騎士団を。こんな堅物ヒゲ男は放っておいて、急ぐわよ先生。堅物ヒゲ男？その暴言さすがに聞き捨てならんぞ。うるさい。すぐに手すきの人たちを集めてその場所に向かうのよ。先に行ってるわね、私。待ってなさい、死神騎士。待ちたまえ。なんとせっかちな。すぐに後を追うのだ。マヌエラが危険な状況だ。自業自得とはいえ助けぬわけにはいくまい。チッ、今日は客が多いな。野郎ども、帰り討ちにしてやれ。見ろ、上玉がいるじゃねえか。あら、熱烈な視線を感じるわ。狙われているのかしら、私。さあ、仕事だ。これで私の力見せてあげる。
悪いな。うん、我が輩の出番だな。目標、沈黙。自慢にもならん。この経験は糧になる。みんなで強くなろう。はい。我が敵ではない。目標、沈黙。導いてみせる。賞賛はあったよ。自慢にもならん。勝利は決まっている。私に挑んだのが間違いだったな。一気に肩をつけてやりましょう。くっそ、厄介そうな連中だ。人質でも取って脅してみるか。野郎ども、全力であの女を捕まえろ。死神団の底力を見せてやれ。死神団？
死神騎士じゃないわけ？加減すべきだ。この経験は糧になる。敵ではない。甘い。狙う。目標、沈黙。泣く子も黙る死神団だ。はっ、強く、よっ。ちマヌエラ、怪我はないか？ええ、大丈夫だけど、とんだ無駄足だったわね。はあ、あれのどこが死神騎士なの？どう見てもただの山賊だったじゃない。まあ盗品を回収できたのは収穫だったけれど。マヌエラ、君というものは。あら、ホンネマン、何をそんなに怒っているのかしら。それがわからぬほど君は愚かなのか。単独で敵地に乗り込むなど無謀の極みだ。本物の死神騎士がいれば死んでいたぞ。
皆がどれほど君のことを心配したか分かっているのかね。猛省したまえ。これは命に関わることだ。甘いことは言わんでもらおう。返す言葉もないわ。本当にごめんなさい。皆にも後で謝罪しておくわね。我が輩も少し強く言い過ぎたようだ。だが分かってもらいたい。我が輩が君に忠告や説教をするのは何も君が憎いからではない、君を大切に思っていればこそなのだよ。信じてもらえるだろうか。ええ、分かっていたわ。そんなこと、私だって同じだもの。なのに私ったら、その場その場の感情に流されて、もういい年だというのに、まだまだ未熟者ね、私。あら先生、これ以上付き合うのが面倒だから早く終われとでも言いたげね。何、他人事だとでも思っているのか。担任教師は我々3人だけだというのに。意外に薄情だったのね先生。もう行きましょう、ハンネマン。うん、もう少し2人で話すか、マヌエラ。ちょうど上質な茶葉を手に入れてな。聞き分けてくれ、フレン。だってロディ海岸に行くのでしょ。私だって行きたいですもの。私は何も墓参りに行くのではない。教団の任務として戦いに行くのだ。お前が一緒では心配で戦いに集中できん。おとなしく留守番をしておいてくれ。でも、でも。あら先生、ちょうどいいところに。今ここに先生がいらっしゃったのは偶然ではなく運命ですわよ。これからお兄様はとても危険な任務に向かわれるのですけれど。ああ、西方教会の連中が教団の聖地を勝手に占拠しようとしているらしいな。今や西方教会は思想を意味するばかりか捨ておけぬ危険な存在になり下がってな。あの地には聖遺物も保管されている。それを奪われては厄介なことになる。私だって教団のお役に立ちたいし、お兄様のことも心配ですし、一緒に行きたいって申し上げてますのに、頑として許してくださらないの。そこでなのですが、この任務、先生もご一緒していただけなくて。先生が私の近くにいてくださるなら、お兄様も安心しますでしょ。確かに、君が来てくれるなら私としても助かるが。ね、先生、ぜひご同行をお願いいたしますわ。嬉しい。では早速出発しましょう。
神を冒涜する異端者ともめ、聖なる海岸は我ら西方教会のものだ。異端はあなた方だ。直ちにここから立ち去れ。黙れ、廃教者の右腕め。我らが正義の刃を受けるがいい。私は石碑を奪還する。他の者は周辺の敵を排除してくれ。待って、お兄様、私も一緒に参りますわ。私の力、見せてあげる。おっしゃ、行くぜ。さ、仕事だ。我が名は、フェルディナント・フォン・エー。焦らず戦おう。舞台に上がるより緊張するわね。行きますか。用意は万全です。情けない。ねえ、行けるわ。うまく指揮してくれ。さあ、参りましょう。行きますか。この策をかわせますかな。撃って誇るほどの敵ではありません。ええ、いけるわ。うまく指揮してくれ。さあ、参りましょう。
邪魔する奴はぶっ飛ばす。俺は待っ、助かるぜ。私の力見せてあげる。舞台に上がるより緊張するわね。自慢にもなりません。焦らず戦おう。さあ仕事だ。助かる。我が名はフェルディナント・フォン・エーギル。キフホルを祀るのが私たちの使命。異端者どもには近寄らせません。また一つ新たな力が。これも仕事だ。これで終わりか。まだまだ止まらねえぜ。力も実力のうちだぜ。あれ？死後にかけるに足りませんね。追い込まれたくないわね。あげる。揺さぶりも大事よ。
減すべきだ。目標、沈黙。勝利は来ません。私に挑んだのが間違いだったな。冴えているね。きたきたきた。どうだ見たか、俺の活躍。
おっしゃ、行くぜ。行きますか。悪いな。ねえ、行けるわ。うまく指揮してくれ。私の力、見せてあげる。舞台に上がるよりき、さあ、仕事だ。綺麗な花にはトゲがあるのよ。我が名はフェルディナント・フォン・エーギル。異端者どもめ、女神のしもべたる我らの力、思い知るがいい。この奴らにはかなわぬのか。どうしよう、今は引け。皆はあの司祭を逃がすのだ。奴らを止める盾となれ。まだ罪を重ねるつもりか。逃がしてはならん。撃つのだ。主の加護は我らにあり、貴様らになど屈するものか。デイト、いくぞ。おりゃ、デイ。全てはエーデルバルト様のため。助かるぜ。石碑に花冠を備えに行くか。もちろんですわ、お兄様。私、そのために来たんですもの。
協力に感謝する。これに懲りて西方教会も二度と手は出すまいが、念のため聖遺物は回収しておいた。万一にも彼らの手に渡っては困るのでな。君に預けておこう。大切に扱ってくれたまえ。しかし久しぶりに来られてよかった。この海岸は私たちにとって特別な場所でね。ああ、ここに建てられている石碑は聖キッホルの記念碑であるとともに、実は我が妻の墓でもあるのだ。お母様、もう大丈夫ですわよ。どうぞ安らかにお眠りください。君にだけは話しておこう。我が妻というのはフレンの母親だ。つまりフレンは我が娘なのだ。事情があってな、公には妹ということにしていたのだ。フレンは特別な血を持つがゆえに常に命を狙われる身、そこで素性を偽ることで追ってから身を隠す必要があった。幸い私も若く見えるようだからな。妹と言っても不自然ではないだろう。そうか、そこは自信があったのだが。この海岸はお母様のお気に入りでしたの。私もよく一緒に来ましたのよ。お母様は釣りが大好きで、私はそれを横で見ているのが大好きでしたの。そうだったな。釣った魚を食べるのも大好きだったろ。ええ、もちろん。おかげで今でもお魚料理が大好きですのよ。私もここで妻から釣りを教わって、今でもたまに釣り糸を垂らしているよ。あの頃は毎日が穏やかに過ぎていた。戻れるものなら。戻れませんわよ、お父様。だから今を一生懸命生きなきゃダメですわ。今を一生懸命生きなさいか。妻がよく言っていた言葉だ。過去を振り返ってばかりでは前に進めない。そろそろ帰るとするか。またお花の冠を備えに参りますわね、お母様。
お集まりの紳士淑女の皆様、大変長らくお待たせしました。これより来たる舞踏会に先立ちまして、舞踊の学級対抗戦白鷺杯を開催いたしますぞ。判定人はこの私、不詳アロイス・ランゲルトとミッテル・フランク歌劇団の元歌姫マヌエラ・カザグランダ。よろしく。当然だけれど、私は自分の楽器を贔屓したりしないからね。そして漆黒の闇に舞う華麗なる刺客、シャミア・ネーブラント。以上3名により厳正公平に判定いたします。それでは各学級の代表者は壇上へどうぞ。さあお三方、楽団の方々も準備はよろしいですかな。それではお願いします。お三方とも素晴らしい踊りでした。それでは早速判定に入りましょう。私はルーベン・クラッセかしら。とても芸術的で美しかったわ。私はアドラー・クラッセだ。あの身のこなし、非凡なものを感じた。なるほど。さらに私アロイスの判定も加味しまして、はい、決まりました。それでは発表しますぞ。今年の白鷺杯の優勝学級はアドラー・クラッセに決定。踊り世界共通、証明しました。それでは最後に参加してくれた生徒たちに今一度盛大な拍手を。ありがとう。仕事だ。すん、無事。ちょっと興味深かったね。引きこもるにはいらない。あなたの働きに感謝します。